待ち。さて、5時30分を回りました。今日も早くから神宮球場に詰めかけてくれたソラスファン皆さん、どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。ソラスタジアム DJ パトリック・ユーです。東京ヤクルトスワローズのマスコット、20周年大大大大大ベテラン、つべくろー。今日もよろしく。今日もね、つばくろー親分を筆頭に、リモートのつばくちゃん、トリクヤ、そしてダッシングパッションとともに盛り上げていきます。シーズン最終戦ですけどもね、つばくろーのバズーカタイム、 T シャツゲットするのもラストチャンスですよ。皆さん、怪我のないように気をつけてゲットしてください。さて、昨日はですね、山田哲人選手がですね、日本人右打者シーズン最多安打の新記録を、作りましてですね、大いに沸いた神宮球場ですけども、山田哲人選手まず1本ホームランが出ると30本の大台になります。そしておっとホームランが飛んできました、佐々木なんです。はい、そして今日の横浜先発大学校の小川投手、上げた勝利がかかっている大事な試合でもあります。今日集まっていただいた総合ファンの皆さん、持っているものを全てを出してね、点数一人一人にもう思いっきり力を込めて声援を送って、ソローズの勝利を後押ししていきましょう。シーズン最終戦もナイスな応援よろしくお願いします。そしてライトスタンド応援団のみんな、今日も力強い応援のリードよろしく。さあ、本日は横浜 DeNA ベイスターズを迎えてのゲームです。ベイスターズファン皆さんもようこそ神宮球場へ。皆さんこんにちは。ともにシーズン最終戦です。ともにね、気持ちいい戦を送って、シーズン最後の試合を飾りましょう。よろしくお願いします。それではスターティングラインアップ前に、つば九郎の恒例の一言いきましょう。その一言もね、いよいよ今日が最後ですが、今日が最終戦、順次監督お疲れ様です。順次監督ラストでございます。そんな順次さんとの思い出ベスト3、どういう思い出があるんでしょうか。つば九郎さん、秋田でのパトロール、はい、あ、春のキャンプ、沖縄でのパトロール、はい、第1位は松山でのパトロール、全部パトロールじゃないですか、妻とさん、はい、いつでもどこでもごちそうさまでした。続く、これからも誘ってくださいね、ハートマーク、ハートマークは気持ち悪いですね、妻と、はい、思い出は全てパトロールだったという妻と